立憲民主党副代表蓮舫参議院議員です。改めまして立憲民主党参議院議員の蓮舫です。赤羽駅東口にお集まりいただいたこれだけたくさんの皆さん、そしてインターネットを通じてご視聴いただいている皆さん、今日は私の言葉よりもぜひ皆さんに聞いていただきたいのは、都知事候補宇都宮健児さんの言葉、どうか最後まで聞いていただきたいということを改めて蓮舫からお願いをしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。そしてこの北区、35万人の方々が暮らすこの北区から東京都議会議員に立候補した斉藤理恵さん、私の最も大切にしている仲間です。斉藤理恵さんだからこそ今皆さんの思いが届かない、その思いを、声を形にできると確信をしております。改めてよろしくお願いをいたします。今日は54人でした。東京都で新たなコロナ感染者の数です。数日続いて50人前後、そして感染経路が6割が不明。東京アラートどこ行っちゃったんでしょうね。レインボーブリッジ赤くしないんですか。改めて今この不安な未知なウイルスと戦っている私たちが欲しいのは、届かない横文字やコロコロと変わる政策や科学的根拠のない説明ではなくて、実際に今何が大事で、何を守って何を信じればいいのか、確かな言葉と裏付けではないでしょうか。同じことが安倍政権にも言えます。専門家会議をなくす、国会を閉じた瞬間にやりたい放題じゃないですか。皆さんの行動を、皆さんの自由を、皆さんの生活を、皆さんの仕事を全部宣言をした緊急事態宣言、あの制限を科学的に裏付けたこの専門家会議の議事録は未だに表にされていません。文字起こしされているのかも分かりません。一体どこで誰が何を話してどのように政策が決められたのか未だに分からない。そして国会が閉じたらその会議そのものをなくしてしまう。こういう政治は今不安にいる私たちが求めているものではないんだと、どうかこの都知事選で声を上げていただきたいと改めて思いますが、いかがでしょうか。2月から自粛ですよ。フリーランスの方、小さな事業所を営んでいる方、不安定雇用にいた方、仕事がなくなり切られ、今の生活明日さえもわからない人たちに本当に政治は届いているんでしょうか。持続化給付金、なんとか雇用を、なんとか事業を、なんとか仕事を、そのための給付金が欲しい。6月1日に応募して給付を待っていても未だに給付が届かない方たちが3000人を超えている。初日にお金を求めたのにまだ届かない。でもその陰ではなんだか知らない、聞いたこともない、実態がほとんどないような幽霊法人が中抜きをして、電通に丸投げをされ、電通の子会社に再委託をされ、電通の子会社の孫会社に再委託をされ、やしゃご委託までとまで話がいっている。こんな中抜きの構造で特定の人だけが潤って、そうじゃない人たちはいつまでも連絡も給付金も届かない、全くもっておかしいと、どうか皆さん私たちの声に声を上げていただけないでしょうか。そろそろ見直しましょう。豊かな人だけが豊かになれば滴り落ちるように、そうじゃない人たちにも分配が来るなんていう昭和の成長期のまやかしではなくて、今本当に困っている人たちを底上げすることによって、それによって誰もが困らない社会をすることによって、分かち合いをすることによって、一緒に成長していく新しい日本モデルを作る時がまさに今ではないでしょうか。景色は変わりました。人にうつさないように、自分がうつらないように、ソーシャルディスタンスを、そして不要不急な外出を、新しい生活様式をお一人お一人都民の皆様方が守ってくれている。そこに
寄りかかるような政治ではなくて、その皆さんの善意をしっかり形にする政策をどうかこの東京都から宇都宮健児さんと共に作っていただきたいと改めて思いますが、いかがでしょうか。第2波、第3波、未知のウイルスとの戦いはまだ続きます。でもこの第1波で我々が学んだこと、我々が経験をしたことを、第2波、第3波の被害者を、感染者を、亡くなられる方を出さないための政策をしていく。それともう一つ大変心配されるのが東京都や国家の財政です。国の税収来年どうなるんでしょうか。東京都は1年間7兆4000億円の予算で東京都民の皆さんの生活を、暮らしを、仕事を守っている。その7割を占める5兆5000億が皆さんが納めた東京都民の税収です。これが間違いなく来年は下振れをすることになるでしょう。あるいは何かあった時のために皆さんの税収を大切に貯めていた1兆円の基金、これを現職の都知事はコロナ対策で使って、残金は今わずか500億です。都市を豊かにするための開発のために貯めていた2兆円を超える基金もオリンピックで1兆円が使われ、もう残金が1兆円となった。税収が下振れ、基金が底をつき、そして第2波が襲ってきた時に、その時に限られた財源を何に振り分けるのかが今回の都知事では大きく問わせていただきたいと思います。宇都宮さんはそのお金があれば命を守る、暮らしを守る、一人で子供を育てている方、虐待で悩んでいる子供たち、あるいは仕事がなくなって行き場がない、どうしようもない、でも誰に相談していいかわからない人たち、その届かないけれども切ない声を持っている人たちを支えるための都政を作るべき時がこの東京都知事選挙なんです。どうか皆さん、都知事に真っ当な人を選んでください。都知事に皆さんの声が届く人を選んでください。都知事に皆さんに寄り添える人を選んでいただきたいと改めて蓮舫からお願いをさせていただきます。そして併せて北区から都議補選に出る斉藤理恵さん、ここ北区は4人に1人が65歳以上のご高齢者です。この夏コロナと暑さで本当に大変な思いをしている人たちをしっかり都政から支えていきたいとの思いで、斉藤さんならではの思いで今回立たせていただきました。宇都宮健児都知事、斉藤理恵東京都議会議員を北区からぜひ選んでいただきたいということを改めてお願い申し上げ、蓮舫からのお訴えに返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。お二人どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。